お家でもこんな感じ ?44 か5くらいあります。44度か3とかそのくらいですか。そうか、多分お腹が大きくなってんの。あ、いやいやいや、噛まないで。はい、たマジのもだいぶ大きいよね。まあでも、ごめんちゃった。ちょっとこう、ここにあったりして、食うたんびに 1g ぐらいずつ増えてるんですよ、うん、だけど別にこの子太ってないもんね。お腹が大きくなってってるんだよね多分。で、あの点眼とティーツリーオイルはつけてもらえてるんですね、はい、じゃあちょっとスーパーライザーだけちょっと開けてしまいますね。すごい頑張ってますね。よくあんな機能がお腹にあって、ね、一般状態を保ってますよね。出てこない出てこない。これはステロイドのスプレーなんですけど、皮膚の方に手をつけさせてください、はい、お家は T3 つけとってくださいね、はい、目薬ってもう歯をプラになってますよ、うん、じゃあお薬と観察用紙をね出しておきますんで、はい、まあ目の方だいぶ落ち着いてるから回数を減らしてもいいですよ。今3回やってるでしょ。今3回から4回じゃあ1回減らしてみて目の様子見てて、大丈夫だったら3回にして、大丈夫だったら2回に設定してもいいです、はい、T3 は何回やってますよ。2回ぐらい。いいですね。それはまあそのまま2回ぐらいやってください。T3 つけても舐めちゃうんですけど、うん、大丈夫ですか。本当は舐めん方がいいよね。でもまあ最悪舐めでも大丈夫な成分だから、あの効果がなくなったりとかは、うん、それ舐めない方がいいです。
つけた花から投げちゃいます。ついついつけたらちょっと遊んであげると気を紛らわすとか、うん、3分でも5分でも、そしてしばらくつけてすぐ舐められたらせっかくつけてもちょっと残念な感じなんで、ちょっと遊んであげてください、うん、はい、はい、じゃあお薬と観察用紙ね、ご用意しますね、はい、すいません、お願いします、ありがとうございます、はい。